さあではスタメンを見ていきます。まずホームの町田です。前節から見ますと3人メンバーを入れ替えてきました。ゴールキーパーが福井です。ディフェンス奥山、岡野、高橋、小長、中盤の底高江レオと安井が入って、中盤の右太田修介、左に平戸大輝、長谷川アリアジャスールがセンターで、トップにドゥドゥが入るということになります。ドゥドゥと太田修介はフルス対戦ということです。一方の甲府です。まずリーグの前節岡山戦からは8人変えて、天皇杯の決勝広島戦からはですね、ゴールキーパーの川田以外全員変えてきました。ゴールキーパー川田です。3バック、北谷、野沢、リック、そしてレナト・ビスキ、中盤右から大和、松本、野沢、秀幸で米原で、前線ですけれども飯島、陸とイゴール、最前線にウィリアン・リラです。速いボールを入れてきた、ニアヘディングドゥ、速くて巻いてくるようなボールでドゥドゥの頭でした。右の中盤の大和泉です。今日はこれ16試合ぶりの出場、そして先発。ああ出した、前田、リラのところ、リラ折り返す、チャンス、マイナス、ポケットは取りましたが、シュートはなんとかブロック1つ入りました。まあ、今も奥山選手しっかり絞ってるんですよね。はい、まあ、あいたところの守備のこの体を張る強度っていうのはね、しっかり出しましたけどね、アクションを起こすっていうのはありますけどね、まあ、川選手が逆に警告を受けないようにしてもらいたいなと思いますよね。おっと、前で取った、リラ行く、リラ打つ、強烈、あの天皇杯の決勝も右の枠の一番端っこに当たるようなすごいシュートもありました。一振りはね、やはりこう一つこれ潰す、これもまた町田らしさが出た、通った、チャンス、ドゥドゥ前向き、入っている逆サイド、太田がいる、中を使う、ブロック、まだある、平戸は打っていった、平戸大輝巻いていく、まあ、あのデルピエロゾーンから入っていく、あの45度、これも平戸大輝はあります。広げる、大和ダイレクト、大外フリーです、折り返し、中田、イゴール、トラップ、イゴール、折り返し、いい形でボールを受けました、イゴールです。早めに裏に出していった、いいボールが通っていった、リラの前に来た、残した、岡田、マッチアップ、右足で強烈だ、強烈、突き破りました、イゴールのゴール、先制バンボール甲府です。ここからです。このボール伸びるのかなと思ったので、こう絶妙なところでしっかり落ちて、マリラ選手のこの体の強さと、やはりこう彼の良さですね、こう周りのいい状態の選手をしっかりこう使えるっていったところ、はい、まあ、それを信じてイゴール選手がしっかり入ってきて、まあ、インセプトでしっかりこう抑えてボール押し込むようなね、この体重を乗せたシュートだったので、キッカー高いです、同点のチャンス、おー、あー、中5枚簡単に入れない、ここで高い、高い間だ、落としたチャンスだ、平戸の右足、綺麗なポストシュートでしたが、わずかに上でした、形は良かった。超える、中に浮かせたボール、こぼれた、ファウルです。先にオフェンスのファウルがありました。最初のボール、まあ、まずここの北谷選手が、ね、こう後ろから長谷川選手に乗ったというシーンでしたね。まあ、そこの時点でまずファウルでしたね。はい、ここです、ここですね、斜めに入れる、これが通る、さあ運んだ、その長谷川アリアジャスール、出す、今太田が左、中3枚、太田来た、太田オーサイドポジション、オーサイドはキャンセルになります。いや、しかしチャンスでした。まあ、サイドバック、あのサイドの、ね、いいボール蹴ってきます、オータコースキー、あー、前で取る、運んでいった、荒木翔、中入れた、ワンタッチ、来た、チャンスになった、いやー、いや、オフサイド、3人目関わってというところでしたけれども、オフサイド、ボール、さあ平戸大輝、アウトスイング、ボールから離れるボール、ゾーンで守る甲府、そこに早め直線的に出た、大外、太田修介、折り返す、面白いところだ、ヘディングだ、同点、追いつきました、
15分町田同点、ようやくセットプレーから点を取りました。ホーム最終戦です、マスターゼルビア。ストレートのカーのボール、これいいと思ったボールの中でしっかりと折り返したところを入り直して、チョンデス選手が、ね、しっかり押し込みましたね。超えたボールに対してまずやはりここでポジショニングといったところ、まず競り合いの強さ、入れない、こちらは急ぎません、上がりを待って、オーランダスこぼれてきた、ヘディングだ、リラの頭、甲府勝ち越し94分。まあ、ここで、ね、しっかりボールを持てる良さと、ここ最後の、ね、ギリギリのところよく、まあ、松本選手ですね、よくこの背後抜けてから競り合った中でよくクロスにしましたよね。あとは森田選手のこの人に強く、自分が体勢崩れることなくしっかりとボールにチャレンジをしたヘディングシュートですよね。あとのボール真ん中入れた、こぼれてきた、右足だ、強烈ブロック、まだある、打つ、外逃げる、ここで笛が鳴った、土壇場ヴァンフォーレ甲府の勝利。まさに天皇杯の勢いのまま、この終盤なかなか勝てなかった甲府です。今7連敗中、11試合勝ちなし。吉田監督の退任の発表もありました。これが12試合ぶりの勝利になりました。